乾杯。キリン一番搾り。全然やめへんやん。ってことは俺ビールって来てほしい。起きたら真っ白な人。やっほーい。こんにちは。はい、相澤俊です。今回ですね、ゲストの方に来ていただいてますよ。橋爪亮さんです。はい、どうも。フロムミッツ。前回の香水をね、一緒にここで出していただいたんで。あ、そうか、前回ね。そう、まあ、そう、前回今やけどな。そう、さっきなんですけど、前回歌ったんで、うんうん、まあ、ちょっと打ち上げがてらでね、今日まだ世間があれじゃないですか、うん、そういう状況なんで、はい、二人で室内でね、他の人はいないところで、うん、ちょっとプチ打ち合いをしようかなと思うんですけど。わかりました。ビールがあるんですけど、うん、まあ、なんでかというと、まあ、僕と橋爪さん、簡単に言うとたくさん飲むんですよ。で、一緒に遊んで飲ませてもらったりっていうのが多かったんで、うん、今日一緒にちょっとビールの飲み比べをしようってことで、いいでしょうか。まあ、こんなビール買うことないもんね。すごくないですか、これ。すごいよ。ゆるくね、うん、どうなのか味がっていうのをレビューしたいと思います。ってことで、じゃあ前回の打ち上げということで、まずは、うん、お疲れ様です。乾杯。ってことで、まずこれ札幌黒ラベル飲みます、うん、おー、うまい。うまい、それうまいよ。まあ、よく一番飲むやつだしね。はじめさんが一番飲むやつ、札幌。うん、まあ、キリン、アサヒ、札幌が置いてるじゃん。はい、はい、まあ、モルツも置いてるじゃない、うん、まあ、その中で選べってやつも札幌かキリンっていう感じになるかな。なるほど、じゃあよく飲むのの一つって感じなんですね。うん、なるほど、じゃあ札幌、美味しいですよね、これ。うまいよ。キリン一番搾り。全然やめへんやん、向こう側に語りかけること。いや、偉いけど、すごい偉いな。キリン結構好きやで。札幌キリン一番搾りを。もう先やったよ、それ。キリン一番搾り。いや、初めて一個顔すなよ。いや、切るから、編集で切るから、初めての顔しようって言うと、俺言うからね。編集殺し、編集殺し。そう。さっきまで忘れちゃった。コメントね。あ、でもなんか優しい感じがします。キリン一番搾り。まず、札幌が一番が典型な感じや、ね。あ、そうなんだ。男臭い感じの。にがって感じの。なんか優しい。まあ、その比べたらね。ただそうでもないで、多分。あ、他のと比べたら。このモルツとかはものすごいフルーティー。なるほど。だから女性も好きやけど、何の番組やねん。次モルツ。フルーティーやろ。まあフルーティーだな。僕ね、モルツ好きなんですよ。まあ、モルツはそんな飲まないんですよね。そんな飲まないな。やっぱりもうちょっとドカーンと来てほしいよ。ビールですよっていう。あ、ってことは俺ビールって来てほしい。ガッツン、ビールっぽい味わいがいいってことですか、フルーティーとかより。そうそう、なんかドストレートが欲しい、ね、はい、王道ってことですよね。うん、まあ、モルツも美味しいねんけど、コロナビール、あ、なんかすごい癖あるな、匂いに。ん、美味しいの。クラフトビールってことなのかな。あ、なるほど。え、でもどうなのかな、こんな出回ってるクラフトビールなんかほぼなくない。クラフトビール、地ビールってことやね。だから いろんな色をつけがちなの、ブルーティーなの。ああ、なるほど。日本にもいっぱいあるけど、だから普通のビールっていうより、その地方、土地土地の色をつけるけど、これもそんな気するの。なるほど。全然わからんけど。メキシコ産、うん。いや、美味しいな。今まで飲んだ中では一番ブルーティーかも。好き。僕好きですね。プレモルと比べてみる。プレモル飲んでみますか。うん。あー、すごいフルーティー。え、こっちの方がフルーティーやろ。うそ。プレモルの方がなんかどれがどれだか分かんなかったか。うまいな。それ分かるように言ってる。分かる。え、違う、飲んでみたら分かれる。もう分かれる。これ絶対これ。これ、うん、だって色がそうだよ。あ、うまいな、色薄いね。なんか匂いも違うな。コロナがフルーティーです。俺プレモルの方がフルーティーな気したけど、初めさまはプレモルのフルーティーだそうです。はい、どうぞ。向こう側の人に喋れたわ。いきます。このアサヒスーパードライ、ちょっともう味覚がだんだんおかしくなってるんですけど、すごい飲みやすいですね。なんかスルッとしてますね。なんかビールとはみたいな感じです。あ、
はい、帰ってきました。やっとった。朝日のレビューしてほしい。一人で。そう。やってたよ。ちょっと銀河高原ビールを。どこの会社それ。行きたいと思います。ブラッドビール。ヤッホーブルーイングです。軽井沢。おお、じゃあ絶対クラフトビールやな。ああ、でもフルーティー。あ、一番味ありません？炙ってる。桜チップみたいなのスモークが入ってるね。僕、でも結構スモーキーなの好きだから。え、なにこれ、変な感じ。うまいな、でも。癖がすごいな、これ。今んとこナンバーワンの癖です。うまい。うまい、僕は好き。なんかこれぐらい癖あると嬉しいな。なんとかチップ桜チップスのスモークとか一切情報書いてないってことは違うのかもしれない。違うのかもしれない。でもすごいスモーキーよな。スモーキー。なんやろこのいぶされた感じの。俺さ、昔はいぶされたと言ったらさ、高校の卒業式の日にの前日かストーブつけたもんね、寝たの。高3の冬か、うん、3月ぐらい。起きたら真っ白な。あ、煙で、うん、うわ、危なストーブ、電気ストーブやねんけど、ストーブふわってまだ火はギリ出てない、うわーってなって、うわとりあえず窓バー開けて布団を下に持って行ってやな、風呂場に持って行って風呂場でシャワーじゃーや、うん、まあ、これでまあ火は出ない、うん、OK、 まあ一回ちょっと上戻ろう、上戻ってまあ火は大丈夫か確かめて、大丈夫かやってんけど、まあ一回もう一回寝てん、そのまま起きたら、その制服とかね、部屋にあったからすごいのよ、匂いが。臭いから、どうしようと思って、ファブリーズガーやっても全然取れないし。そんな、いぶすってこと、そんな匂いがつくってことですよね、要するに。つくよ、危ないで、ストーブ、電球ストーブ。しかも、その時、ちょっともう卒業旅行早めに行ってたの。休みになるよ。だから、それこそ長野に、スノーボードかなんかしに行ってた。顔にこう、雪焼けの、うん、できるやこう、うん、ゴーグルやけ、それも恥ずかしいし臭いし、うん、もう最悪や、前後の人ごめんな思いながら更新してたよね。全部レビューしようと思ったんですけど、ちょっとあまりにも量が多くて、まあ、これとお腹いっぱいになっちゃったんで、これとこれは発泡酒、そうですね、ちょっと可愛いから買っちゃったんですけど、うん、後日ツイートします。そうなん興味ある感想は、ライザーのビールゼリー本当にありがとうございました。ありがとうございました。ミツ復活ライブがあるんですよね。そうなんです。いつですか。じゃあ告知してくれ、させてくれる。9月20日やと思う。9月20日場所は、下北の広場やねんけど、でもそのあれ限定の人数、やっぱこういう状況やから、その限定の人数でしか予約取ってないから、もう結構いっぱいなっちゃった感じです。いや、もうしかしたらその状況的に良くなったら増やそうかなって言ってるけど、ミツもいっぱいカバーしてるんで、ミツ狩りっていうミツの YouTube チャンネルでもやってるんで、とりあえず概要欄に、まあだいぶ昔にやってる映像がありますので貼ってくれ。はいあります。こんな感じで、今回ね、構成カバーしましたんで、はい、またはじめさん、はい、よろしかったらぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとお腹いっぱいになっちゃったんで、めっちゃ酔ってるし、うん、持って帰ります。はい、で、これがインドの青森だけ飲んで終わるか。インドの青森飲んで終わります。うん、感想だけ言うとインドの青森やで、めっちゃおもろそうじゃないこれ。これ多分言える。じゃあ飲んで、はい、バーイ。うまい。これ癖だったらナンバーワンじゃないですか。癖のジャンル違うけど。そうね、なんかヨナヨナエールとちょっと似てる。あ、そう、飲んでないけど今日。あ、でもね、これ一緒だと思う、会社。あ、そうなんや。だから一緒ですよ、インドの青森と。どこ？嘘か。ヤッホーブルーイ。あ、どこした？これも一緒だ。癖すごい。癖なんだっけ。この会社すごいな。うん、おー、美味しい。でもやっぱりちょっと俺ヨナヨナエール初めて飲んだ、感動してんけど、これちょっと似たとこあった。じゃあ今日の結論いいですか、それ。ヤッホーブルーイング、癖やばい。ヤッホーブルーイング。ヤッホーブルーイングや。ありがとうございます。いいよ、どうした。